どうも、バースデーの西村です。こんにちは。さあ、今日は早速ね、新しく秋冬物のアイテムまた入ってきたんで、ちょっと今日はご紹介したいと思います。お願いします。でね、今日は、僕何を紹介するかというと、こちらこのジョン・メイソン・スミスとジェーン・スミスの今日はブルゾンを紹介していきたいと思います。はい、まずブランドに関してなんですけど、ブランドはこのジョン・メイソン・スミス、ジェーン・スミスっていうブランドは、ご夫婦でやられてるブランドですね。もともとジョン・メイソン・スミスがメンズで、こっちはジェーン・スミスはレディースのラインナップになってます。で、一応ここは中のこのタグが違うだけで、一応その共通の品番となってますんで、色とかで、はバリエーションをつけて今日は一緒にご紹介します。まずジョン・メイソン・スミスなんですけど、うちでもですね、お店自体はうちお店始めてちょうど丸11年で、今12年目になってるんですけど、うちのね最初期からやってます。当時ね、僕がまだ一人で店頭でお店営業してる時からのもうずっと取引の長いブランドさんですね。もともとそのデザイナーさんは、ご存知じゃない方もしかしたらいるかもしれないですけど、昔 の, アメリカンラグシーですね。アメリカンラグシーのもともとバイイングやられてて、その当時、当時のアメラグのこととか知ってる人とかは分かると思うんですけど、新品のセレクトショップなんですけど、古着だったりとかそういったものも入れたりとか、当時、されててですね、結構吉田さん意外と入れるものがすごい面白くて、当時も僕すごい好きだったんですよ。でその吉田さんがブランド始められるっていうことで、一番最初のファーストコレクションの時から展示会にお伺いさせていただいて、ずっと、今でも、取引のあるブランドとなってます。うちで結構長いっすよね。もう一番長いんじゃないですか、もう一番フル株ですね。そうですね。実際でこっちのレディースのラインナップ、ジェーン・スミスの方に関しては奥さんのワイコさんですね、通称ワイコさんです。はい、ワイコさんが今企画をやってるブランドなんですけど、うちはジョン・メイソン・スミス、ジェーン・スミス、どちらも取り扱いあるんで、よかったらぜひ見に来てください。はい、今回紹介するアイテムなんですが、これ見てもらうと分かると思うんですけど、めちゃくちゃ丈がショートです。僕がね、こうやってね、横に並んだら分かると思うんですけど、すごいショートなんですよ。で、このブラン、この今回入れたアイテムっていうのは、基本この短い丈感っていうのを楽しんでもらいたいと思って、僕らピックアップしてます。で、基本はレイヤードですよね。もうこの丈から下にどれだけ見せて、どれほどここで演出できるか。っていうところですね。で意外と、この辺は僕逆に言うと着た感じのイメージをしっかりしてくれっていうのは難しいと思うんですよ。だってこんなアイテムもともとないですもんね。尖ってますよね、あんまりね、ブランドさんでも提案してるところが少ないんで、そういった今日はちょっと着こなしのワンポイントだったりとか、なぜ僕らがこういったものを、仕入れてるかっていうのもね、ちょっと分かるようにね、今回動画でちょっと紹介できたらなと思ってます。でまずこのアイテムに関してなんですけど、これこの素材化見てもらうと分かるんですけど、ちょっとこうね、張りがあって光沢がありますよね。でこれはね、ポリエステルの生地を、ウレタンコーティングって言って、表面をこういう風に加工してます。ちょっとねガシガシっと、ね、してる感じなんですけど、これは撥水性があったりとか、風をちょっと通しにくく、なってるんですね。でもともとこの形っていうのはその、いわゆるその60年代ぐらいの時にあった、結構有名なブランドだったら、例えばマイティーマックとかですね、いわゆるその当時の、アメリカでよく出てたそのヨットブランド、ヨットとかアウトドアとかで使えるような高機能ウェアっていうのを提案してたブランドがあるんですけど、そういったブランドとかがですね、当時提案してたセーリングジャケット、セーリングコートっ
って呼ばれるものをがデザインのモチーフになってます。だから例えばこういったところのこういったところの D 缶とかですね、あとこれは実はこの襟なんですけど、襟はですねこれもちょっと防寒性を高めるために首元にはこういったチンウォーマーがついてて、フロントはこういう風に立ち襟で切れるようになっています。なので、寒い時ももちろん全然心配しなくていいんですけど、まあこれは防寒も兼ねてこういう風に作ってるっていうことは、想定としては結構ね一番外に来てもらうものになってきます。っていうことは僕ら、例えば9月10月とかでロンティーの上にポッと来てもらってもいいです。でその後は極端な話コートの上に来てもらっても OK です。レザージャケットの上に来てもらっても OK です。そういった提案になってるんで結構ね着こなしの幅も広いんでものすごく面白いと思います。で僕はねこれはねぜひねファッションが好きな人でそうだな、なんかね、若い人とかに限らず、ファッションがすごい好きな人、ずっと若い時からずっと洋服を今までこう買ってきてたような人、そういった人にもですね、新たなその新鮮なスタイリングとか、もう何週も今まで洋服買ってきても、欲しいものが最近あんまり見つからないんだよねとか、何買っていいか分かんないんだよね。とかっていう人とかっていうのにはものすごくおすすめです。なのでちょっと今日はねこの辺をね僕今からちょっと早速着てスタイリングしてみたいと思うのでよかったらちょっと見てみてください。はいはい、じゃあそれでは早速着てみました。このね竹缶ね、割と最初これやっぱコーティングしてるんで生地感自体は最初は硬いですけど、これはもう僕何とか分かるんですけど必ず馴染んできます。で僕は今日はもう本当シンプルですね。先日動画でも紹介してあったネームこのボーダーのレイヤードのロンティーですねを中に着てます。で結構これ丈感が結構長いんでもうあえて短いのと長いのの対比っていうのを出してます。こういう感じですね。で袖丈もこれわざと長いんでもうこのままにしてますね僕は。ね結構ね意外といつものスタイリングに1個こういったものをプラスしてあげるだけで結構雰囲気変わるんで、ぜひねファッション好きな方にはねぜひ挑戦してほしいです。これは。じゃあちょっとねもう一個せっかくなんで今日はちょっとこういったここのドローコードなんだろうなとかあると思うんでちょっとねまた違うバリエーションの着方っていうのをねちょっと紹介したいと思います。ちょっとやってみますね。まずこの襟は立ちます、ね、で首はしっかりこのチンウォーマーで絞ってあげます。でこうすると首元までしっかり防寒できるんですけど、でここでこういうふうに絞りというのを見てあげるんですね。ギューッと。そうすると分かるかな、このね、横から見た感じのシルエットがね、またね、ちょっとギュッと変わるんですよ。ほら、分かるかな？ちょっとね、分かりにくいかな。ほら、この感じ。結構ね、首元の印象が変わるとね、全然変わると思うんですよ。でね、僕、ちょっと今日、これは、そうだな、時期で言ったら、まあ10月ぐらいのスタイリングかな。9月にロンティ1枚で来て、9月の後半ぐらいからこういう羽織物パッと羽織ったりとかして、着ると思うんですけど、その後例えばコートとかスタイリングしたらどんな風になるかっていうのもちょっとねせっかくなんでこのままちょっと紹介したいと思います。ちょっとじゃあ着替えてみます。
じゃあ次はこのコート、これもジョン・メイソン・スミスのモーターサイクルコートですね。これね、僕すごいね気に入ってすごい着てるんですけど、ちょっとねこのじゃあコートとの合わせっていうのもぜひねちょっと、ね、参考にしてもらえればと思うんで、ちょっとこれの上に今度次着てみますね。はい、じゃあ次、今度さっきのコート1枚の上にこのショートブルゾン2つ合わせてみました。見てください、このバランス感。コート1枚で着るのとまた全然雰囲気違うでしょ。ということは僕が何を言いたいかっていうと、これ1個あると今までのアイテムが劇的にバリエーションが増える可能性があります。で、僕はねそういうねものっていうのをね、なんか最初冒頭にも話したんですけど、なんかもう回復か今までずっと買ってたっていう人とかはね、まさにねこういうのがね欲しいんじゃないのかなと思うんですよ。だって毎年毎年コートもレザージャケットもブルゾンもセーラージャケットも買うわけじゃないですか。でもその上にプラスしてカスタマイズするだけでこんだけ雰囲気変わるってなかなかないですよね。ちょっとね一見して、まあ、着こなしのイメージの湧きにくいアイテムなんで難しそうな感じに見えると思うんですけど、こういったものをちょっとね取り入れてもらうとね、よりファッションがね楽しくなるんじゃないかなと思います。まあ、そういったねデザイナーさんの意図とかっていうのも あると思うんで、ぜひね店頭にいらした際はねこういったものっていうのもぜひ皆さんいろいろ試していただければなと思います。はい、じゃあ今日はですねこのジョン・メイソン・スミスのこのショートブルゾンの紹介の動画でした。もしよければですね、またちょっとこれからもまたいろんなアイテムちょこちょこご紹介していきますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあ店頭でもお待ちしてますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。